はいどうも、りょういちです。それでは、7 days to die やっていきたいと思います。今回は、新しいトレーダーをね、探す旅に出かけたいと思います。で、闇雲にまあ探してね、冒険がてら探してね、見つけてもいいんですけど、トレーダーはね、本当に見つからない可能性もね、結構あるので、それだとね、時間がもういくらあっても足りないということで、まあ今回はマップで、あらかじめトレーダーの場所をね、見つけて、それでね、そこを目指しに行きたいと思います。で、トレーダー探しなんですけど、現在のね、住居はこの辺りですね。この辺り、十字路があったりとか。で、その最初のボブはこれですね。ボブのトレーダー。文字はちょっと小さくてもしかしたら見えないかもしれないんですけど、トレーダー04です。ボブのトレーダー04。こういう風にね、トレーダーの、名前はね、番号割り振られてて、それぞれ、番号04はボブのトレーダーだという感じでね、あるんで、だから、この03とか02とかを見つければ、ボブ以外のトレーダーに会えるはずです。なので、ここでまずね、マップでトレーダーを探しましょう。一つだけね、あるんですよ。左の方にね、確かね、見た、あ、ここここ。ここね、トレーダー、ありましたね。この04、ボブですね。ボブ。ボブ2体目です。まだね、他あんまり見つけてないんで、この辺からね、ちょっと細かく探していきたいと思います。はい、ありました。トレーダー04、ボブですね。ボブ3体目です。そして左下見てください。左下、ここ。トレーダー04、ボブですね。ボブ4体目。どれだけボブいいんだよ、この世界。ボブだらけじゃないか。ボブしかいない。やばいぞ。このままだと、ボブしかいない。この世界。本当にいないかもしんないからね。もう探そう。細かく探していこう。一体ぐらいいるだろ、ボブ以外。ボブ以外に会いたい。あった!トレーダー!あー !04! ボブだー!ボブかよ。マジで言ってる?本当に、そうだよね。確か、04はもう、固定、まあ同じ、数字でこれ振り分けられたはずだから、ボブだと思うんだよね。ボブかな?本当にボブなのかな?これだけボブなんてことあるかな?ないか?探せ。あー、トレーダー04だー。またか。またボブか。04しかないぞ、マジで。どうなってやがる?ボブ祭りだ。あったー!トレーダー来たー!トレーダー01だー!あったー!よかったー!ボブ以外にいたー!マジかー!ありがとうー!ああ、ほんとに。ボブほんとに5体ぐらいいたからなー。他全然見つからなかった。見つからないところだったよ、マジで。あった、ここですね。ここはどこだろう?引いてみよう。マップを引いてみると意外と北の方かな?意外と近いんじゃない?今から。いや、どうだ?いや、そうでもないな。あ、遠いな。多分。ここでしょ?ここ覚えといて。覚えといて、ここだ。この辺ね、この森。今、ここなんだよね。ここ。この、これが北のいつも言ってた、北の町。だから、おそらく。この辺りだね。自分家はね。自分家はこの辺。あ、そうか、ここか。ここだね。ここだから、自分家。そして、こうですね。これぐらいか。離れてるね。結構離れてる。最初に見た、左にあったボブの、もう一つのボブのトレーダーは、あった、これだ。ボブ2体目の、左の方のボブのトレーダーね。が、間にちょうど真ん中にある感じだね。ここが拠点でしょ?拠点からあって、ここがボブのもう一つのトレーダーがあって、さっき見つけたのは、ここか。ここだ。ここですね。トレーダー01。あー、ついに見つけた。唯一の希望だ。俺のね、この世界の唯一の希望ですよ。ボブ以外の。まあ他にもまだ真ん中の方とか探してないから、いるかもしんないけど、とりあえずここですね。うん。で、森だから、まあ、そこまで危険でもないし。
バイオームもある、街もまああるし、うん、いいんじゃないか。立地としては悪くないと思うよ。建物も結構なんか密集してるよね、この辺ね。アーミーキャンプもあるし、なんか色も家もね、いろいろありますね。十字路もあると、なかなかいい立地な気がしますね。ではここに向かいたいと思います。よし、マップをメモして向かおう。はい、それではね、出発しましょう。荷物もね、準備万端で、かなりね、持ち物いっぱいいっぱいですけどね。これだけで大丈夫かな？わかんないけど。うん、かなり、結構な遠出になるんで、さすがに手ぶらでね、裸一貫で行くわけにはいかないんで、ある程度、物資はね、持っていきます。で、今回ね、銃とかも、がっつり持って行って、まあ、向こうで、まあ、多分ね、結構遠いから、フォードとかね、一回向こうで迎えようかなっていう感じなんで、銃とか、がっつり持っていきたいと思います。で、この辺のね、材料。コンクリは持っていかなくていいと思うんで、コンクリは使いません。で、金と、あと食料とかね、その他もろもろ、ちょっと使えるやつを、かき集めました。多分大丈夫だろう。忘れ物ないかな。出発しよう。では、出発するぞ。51日目のちょうど朝だからね。よし。では、出発します。行くぜー！さらばだー！まあ、また戻ってくるけど、いつになるかわかんないからね。よし。これ本当にね、どれぐらいで着くか、ちょっとわかんないよ。うん。わかんないな。ちょっと、これぐらいの長旅はね、したことないから、うん。バイクだけど、意外と早く着くのかもね、バイクだったら。うん、まあ、道なりに進んでいって、ずっと道が一応続いてるから、道なりに進んで、まあ、寄り道もそこまでしなければ、意外と早く着くんじゃないかな、と思うよね。よし。まあ、それをね、期待しておこう。早く、意外と早く着いてくれることを願いながら、行きましょう。できれば1日ぐらいで着いてほしいな。ね、52日の朝になるまでには、さすがに着く気がするけどね。そんな、かからないでしょ。実際どれぐらいかかるんだろう。端から端まで行ったりしたら、マップの。それやったこと、行ったことないからな。わかんないけど。よし。まあ、道中も、そこまで多分バイクに乗ってれば危険はないと思う。うん。道なりに走ってたらね、それなりに大丈夫だろう。荒野も多分ないと思うから、地雷とかも大丈夫だとは思うんだよね。よしよし、ああ、ゾンビさんがいっぱいいますね。ごきげんよう。で、寄り道はほとんどしないけど、途中にあったね、二つ目のボブのところはね、ちょっと寄ろうかな。そこだけ寄りたいね。うん。そこだけちょっと顔を出して、すぐに。もう一つのトレーダーのところに向かいましょう。新しいところね。よし。道なりに進んでるよ。大丈夫かな？これ道間違えたら終わりだからね。一巻の終わりだから。ちゃんと、スクリーンショット撮ってきたから。ここを、この北の町の、この中間の道を、こうまっすぐ行くんでしょ？まっすぐ行って、しばらく道なりだ。分かれ道はないね。大きい分かれ道はないから、この大通り。大きな道を、ついていけば、辿っていけばね、問題ないね。そして雪山に入ります。ここから雪山です。よーし。ひたすらに進むぜ。草原のバイオームが見えてきた。草原バイオームだ。おー。草原バイオームに入ったぞ。もう入ったか。早いな。意外と早いぞ。この先に多分ね、十字路がもうすぐ見えてくると思う。お、あった？これ十字路じゃない？あ、十字路だ。おー、いいね。あー、しかも結構、ガスステーションとか。あと、これ、この家、あれだな、地下施設があるところだな。シェルターがあるやつ。あと、カーズ、車屋とオーストリッチホテルか。なかなかいいね。なかなかいいけど、今はアイテムも持てないし。とりあえず、鹿と。ここ分かれ道だ。ここ分かれ道だけど、あ、そうだ、ここだ。
ここが、ここ左に行けばね、第二のボブがいるんだ。あ、もうここまで来たのか。結構早いな。あ、じゃあ全然余裕じゃん。しかしすげえ地形だな。すごい地形だ。よし、じゃあここボブに会いに行こう。第二のボブが、この道沿いに、ちょっと脇に逸れたところにいるはず。右手に見えてくるかな。よしよし。意外と早いな。全然朝じゃん、まだ。まだまだ朝だ。もうだって半分ぐらい来たことになるから、余裕ですね。これ昼過ぎには着くんじゃないか？多分こっちかな。もうちょっとまっすぐ行ってからかわかんないけど。多分右、あ、いた、あった、あれだ。おー、ありましたね。トレーダーのハウス。あー、同じだ、ボブだ。完全ボブ。完全ボブのトレーダーだ。兄弟かな？ボブよ。新しいボブよ。あ、ボブだ。新しいボブ。ごきげんよう。何か売ってる？特に何も売ってないか。まあ、買えないしな。羽ぐらい買っとくか。羽をちょっと買っておこう。あとはヘビーバンデッドグローブ。品質がしょぼい。あとはいらないな。OK。いいでしょう。OK。じゃあな。もう来ることはないかもしれない。ここのボブは。よしよし。では。よし、向かおうか。来た道を戻って、道をね、分岐してたところへ戻って、反対の方行きましょう。よし、分岐のところ来たぞ。よし、この道をまっすぐだ。OK。あとは道なりにまっすぐ進めば、街が見えてくるんだよ。街の横を通り過ぎる感じだね。森の街かな？で、その先にトレーダー、新しいトレーダーがいるから、結構近いな。バイクで行くとやっぱ結構あっという間だな。まあ歩いてって考えたらかなり多分大変だけど、バイクだったら余裕だな。本当に。おー、あ、町だ。森の町だね、これ。森の町に入りましたね。ちょっと時間あるから、じゃあ町だけぐるっと一周してみようか。お、お店あるぜ。ジェって。おー、あ、薬屋だ。2軒目。この世界、2軒目となる薬屋。意外となかったんだよね。そしてツールショップだね。奥はツールショップと、おー、珍しいな。刑務所なんかあるんだ。森の町に。おー、いいね。そして、家々があって、あの奥はなんだ？後で見よう。よし、こっちは。こっちはプール付きの家とか、豪華な、ちょっと豪華な家ぐらいか。まあ、森の町って感じか。あんまり敷き詰められてはないね、建物が。で、バーがある。で、葬儀場もあって、なるほど、なるほど。あ、銀行か。あと、銀行もあるね。なかなかいいじゃないか。結構豊富だね。建物。バリエーションにも飛んでるし。このスカスカの森の街にしてはなかなかいい。もう珍しくね。いい結果だな。いい街だな。よしよし。で、こっちか。一周してきたね。一周してきて、OK。こんなもんか。まあいいか。よし、じゃあ、向かうぜ。おー。やっぱ街のこの辺の道は絶対こういう感じになってるね。なんか、崖が、本当に谷になってることが多い。よし、で、ここを、この辺だよ、もう。もう近いはず。あ、でも、もう少しまっすぐか。で、左に折れるよね、これが。すると、左の道に脇道、なんだここ、ガタガタだな。この先だ。もう一個先に、脇道があるから、そこを辿れば、いいんだ。多分ここ山になってるから見えんじゃね？あ、なんかある。テントがある。もうちょっと先かな？
上から見えそうだけどな。あの、この道か。前の道だ、多分。ここ怖いな。地形が。うわ、怖いな。危ない、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 危ない。多分あの前の道があるね。あれだね。左に下ってるやつ。ここだ。多分これじゃないかな。これな気がする。よし、この道をたどろう。多分山になってるから見えると思う。近づいたら。建物が。あるよね、本当に。あったー、あったぞ、旗が見えた。あったぜー。やったー。ついた。ついに、新しいトレーダーだ。おお。これは、これしかも一番豪華なやつだ。多分。一番かはわかんないけど。あの、ワークベンチと、あれがある、セメントミキサーがね、備え付けてある、豪華な、あれですよ。トレーダーハウスですよ。いいね。ってことは、いるのは、あいつかな？誰だったかな？名前忘れたけど。おー、おっさーん。なんて読むんだ、お前。リケット。リケットかな？リケット。わかんない。よー、会いたかったぜ。新しいトレーダー。ついにね、巡り合うことができましたよ。たどり着きました。おー、とりあえずじゃあ、売り物を見せてもらおうか。こいつは何を主に取り扱ってんのかな？武器系とかかな？おー。カリパーズとか。マグナムの弾を34発。ちょっとこのシークレット見てみるか。ピストル、オーガパーツとか、ヘビーバンデットグローブ、羽、ハズマット宝珠、あれ？大してだな。大してだ。やっぱ主体してたか。しょぼいな。結局あんまりか。武器系はあんまり売ってない。弾はまあまあ売ってる。食い物は売ってるし。あー、ガンパウダー。うん。あー、防具系が多いのかな、こいつは。防具系がなんか多い気がするね。レザーチェストアーマーとか、クロスブーツとか。そんな気がしないでもないけど。うん。あ、クロスボウ。なるほどね。こんなもんか。こいつ防具屋かな。それだったら、ヘビーバンデット系の防具も、そのうちもっと仕入れてくれるかな。グローブあるけどね。これグローブ、今何もつけてないのかな。あ、グローブ何もつけてないんだ。買うか、じゃあ。こいつから、ヘビーバンデットグローブを買おう。荷物がいっぱいだから、バイクに1個ぐらい入ったかな。とりあえず、種を入れておこう。よし。グローブを買うぜ。ヘビーバンデットグローブ。まあ品質はまあ300近いからまあまあ、いいでしょう。旧大店。いくらこれ。あ、安いな。1700か。全然大したことはない。OK。ありがとう。よし。これで、グローブ装着。いいね。おー、強くなった、さらに。よしよし。本当にでも意外とね、近かったね。思ってたよりね、かなり近かった。全然、昼だもん、まだ。1日どころか、半日もかかってないぐらいだね。距離を見てみよう。マップを見るとどうだ？こうだね。こうなってて。うん。マップ的には、まあまあ遠いけどね。だから歩いて行ったら相当時間かかるけど、やっぱバイクって便利だな。うん。すごい便利だな、バイク。こんなに簡単に行けちゃうんだ。全然これだったら帰ることも可能だね。うん。荷物を取りに帰ったりもできないことはない。けど、まあ、とりあえず、じゃあ、まあ、来たしね。この付近に、第二拠点と、ね、なるものをね、作ろうか。で、次のホードは、
そこでね、乗り切りましょう。できるだけ。そういう感じでやっていきたいね。うん。まあまたなんかいい、ああいう小屋とかいいね。あ、テントもあ、そうそう、アーミーキャンプとかもあったんだ。ああいうところはちょっと、なんか物資ありそうだから、あとソルジャーゾンビがいるだろうからね。あの辺ちょっとまた探しに行こう。で、27日の日曜日も、ライブ配信する予定なので、この続きというかね、第二拠点を、まあ、作り始めたりとか、ああいうところ探索したりとか、ライブでやろうかなと思ってるので、よかったら来てください。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。